今回はキャンプ道具の中でも特に自然災害時に最適な照明そうキャンプ用のライトを2種類ご紹介します特に左側のはめちゃくちゃおすすめですが反面使い方がすごく難しいので購入したい方はこの動画をご覧になってからにしてください先日も2024年8月上旬に宮崎県でマグニチュード6の地震が発生し 気象庁から南海トラフ巨大地震注意の呼びかけが発表されましたその後もあまり知られてませんが8月下旬にもロシアのカムチャッカ半島でマグニチュード7の巨大地震が発生し日本近郊プレートで地震活動が活発化する怖さを感じましたその意味でも今回の動画はキャンプはもちろんですが防災対策として超おすすめなキャンプ照明の紹介です 1一つ目に購入したライトは DOD の LED ソーラーポップアップランタンです Amazon で2640円でしたどのライトにするかは迷いましたが被災時を想定するといくつかの条件が揃ったものが理想的ですテントや仮住まいで天井から吊るせば真下を照らせるもの家庭用コンセントが使えなくてもソーラー充電できるもの 月明かりのない深夜でも幕内で食事をとれる明るさを確保できるもの曇り続きだった場合には乾電池でも使えるものポタ電がある場合は USB ケーブルでも充電できるもの普段は畳んでコンパクトに収納できるもの合わせて価格も2000円から3000円でお手軽に調達できるもの実はこれらの条件にぴったりなのが DOD のランタンです。 DOD のランタンは全ての条件を満たしていたのですがあいにく Amazon の評価を見ると結構厳しい口コミが目立ちました全く光らない暗い何も照らしてくれない充電できない太陽に当てていてもバッテリーが減っていく電池の蓋が閉まらない閉めたら開かなくなる設計ミスではバッテリー残が分からない,い今どきタイプ B のケーブルなんて USB 端子のゴムカバーが閉まりにくい雨に濡れると浸水して壊れるどこも光らないので充電中なのか充電完了しているのか判断できない電源スイッチの長押しは不便スイッチの場所が分かりにくい点灯して3時間しか明るさが維持できない2時間しか持たないソーラー充電には晴れていても23日かかる USB 端子が本体にめり込んでさせなくなった。1時間点灯したら壊れた。バッテリーが別購入だと思わなかった。ソーラーパネルが傷だらけの状態で届いた。接触不良で点灯しない。フル充電しても一晩もたない。フックがしょぼくてすぐ折れそう。電池別とは詐欺まがい。小雨で浸水し、ホヤの内側に水がたまった。電池がびしょ濡れで濃電した。 シールが剥がれて届いた付属の USB ケーブルが C タイプなのに、本体が B タイプなので、接続できない。全く同じ OEM 製品ならたった200円で購入できた。充電しながら使えるのか、説明がない。結局、乾電池以外では使えない。ソーラーパネルが斜めってるホヤが土台から外れてずれたら直せない。ソーラー充電を1日やったら、 電池端子が錆びて劣化した光原としては不十分電池を入れてもすぐに切れる本体の充電差し込み端子がガタつくなどなど結構否定的な口コミがかななり目立ちまましたここまで否定的な口コミがあると購入すするのは勇気がいります、うんうん、多くの口コミは間違ってはいないのですが製品特性を理解してないことが疑問に感じる原因だと思います。 まずこの製品は初心者にとっては少し理解しづらい製品仕様かもしれません。乾電池も使えるし充電もできるようにするために意図的にバッテリー内蔵型にしていないようです。もし乾電池とは別にバッテリーを内蔵していた場合本体が大きくて重たいものになる上価格も2倍以上になりそうです。したがって個人的には 充電できる乾電池つまりニッケル水素電池をセットするこの仕様がベストではないかと思いますまた蓋が閉まらないとか開かない閉めても隙間ができるという口コミが多い理由についても電池ケースを開けてみて理解できました3本飛び出ている金属製の電極は押さえると引っ込むバネになっているため蓋を閉めるときは少しずつ回しながら押さえて沈めていく というう必要があるようですつまり回しつつ押さえ込んで最後まで回すと本体と蓋の互いの電極がぴったり押し付けられて接触不良にならないような作りになっているということのようですこの仕組みを理解した上で蓋を閉めれば理解に苦しむことはないでしょうし閉めた時のずかな隙間の原因も理解できました。 むしろクローズと印字された三角マークを一致させることでカチッと音がしてしまるのでわかりやすかったです次に私が最も確かめたかったことをご報告しますズバリそれはセリアの充電池が使えるのかという点です いろんな方の過去のレビュー動画を探してもこのランタンでセリアの充電池を試している人がいなかったので確かめてみましたセリアの充電池は商品名がボルケイノ・ NG とか書かれてあり出力電圧は 1.2ボルト。1> 1. ね、容量は1300ミリ、ah、アンペアジです。1>, 1本110円という安さにはやや不安を感じますが、ネット上での評価は良かったので、も,ね、もし本当にこれが使えれば、3本で330円。ね、つまり、ランタンの2640円と合計しても3000円以下で準備できたことになります。これはお得です。ちなみに、 エネループなど名前の知れた炭酸の充電池だと4本パック2000円ほどの場合が多くそれなりに高価です専用の充電器まで買うとさらに数千円のお金が必要になりますまた3本や6本といった本数で購入できない点も残念ですそれに比べセリアの充電池は1本単位で安く購入できますしこのランタンには USB ケーブルでの充電機能もついているため 充電器を別購入する必要がありませんつまり本当に来るかどうかわからない地震のためにそこまでお金をかけたくない私にとってはセリアの充電池だけでうまくいけば大助かりなのですでカチンとカチンとで押してみようかここね長押し式 おもうつい,たつい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 てますで伸ばすとこういう感じどうだろうね全然ありじゃないかな下に向いても明るさが届く、まあ、下が明るいからね もう一度押すとちょっと明るさが落ちてこういう暖色系の色これもいいんじゃないかなしてもう一回押すとあ暗くなったねこれは寝るときとか、まあ、その程度の明るさだね寝るとき用みたいな,あなんか 別にこれいらんかなうんうんうんあこれうっすら緑についてる分かったかな明るくなるよねでちょっと緑にね、なってるんだよね ホタルクみたいな感じだよねここでホヤが広がるメリットについても一応説明しておきますコールマンのようなホヤが広がらない LED ランタンをよく見ますしコンパクトに使いたい場合はこの方がいいのですがホヤが広がれば光の反射がより広い範囲に拡散するので天井から吊るすような使い方だと 部屋全体の見通しがよりり良くなります。逆にホヤを閉じるると明るさが一部分に集中します。今回の場合は避難所暮らしで使いやすいようにほやが広がって光源をより広く拡散できるどんぐり型ランタンを選びましたちなみに大きさ比較ねこのダイソーの明暗センサー系の LED ライト300円のやつ。 これはこの大きさね。電源入れると、というね。で、大きさ的にはほぼ直径は一緒ぐらい。ただし厚みは全然違うし、重さも違うね。そういうサイズ感です。じゃあ、これで充電ができるはずなんで、充電しましょう。ジャンピアね。ソーラー充電で24時間。 USB だと8から10時間これ充電する時のね充電器のワット数とか載ってないからちょっと分かんないねその辺がね、えー。ということは謎ですけどね、まあ、とにかく10時間っていうのは何だろうね、まあ、10W ぐらいの充電器っていうことかな。ということはこ連続点灯時間もノーマルモードの場合は10時間と書かれてますが。 これ,これは充電池の容量が 1900mAh の場合で今回使ったセリアの充電池は1300、ah、しかないので単純計算すればいずれも7時間弱ということになりますまた気をつけたいのが過充電対策回路を備えていないようで長時間充電すると電池に負荷がかかり加熱漏電火災につながる恐れがあると書かれている点です つまり使う充電池に合わせて充電時間を計算して、充電完了後は USB 端子を抜く必要があります。実は、充電中は赤く光り充電完了すると緑、そしてソーラー充電中は青と LED の色が変わるらしいですがこのあたりも充電開始する前にしっかり確認しておく必要がありました。 それから充電時間太陽光で充電する場合っていうのが書いてたよねソーラーで24時間24時間かからないよねだって1300しかないわけだから24時間の 1300÷1900 だ16時間だね、まあ、2日間日に当てればいいってことかな いうことだよね、はい、じゃあちょっと充電をしましょうタイプ B だねタイプ C あ C か一応 C だねこれねちょっと持ってきたのは付属ケーブルじゃないけど充電中あここが光るんだ よいしょちょっと硬いねここが光りましたね赤くなってるからこれが充電中かな11時止まってるじゃん これも確かめてみて初めて分かったことでした今回使ったセリアの充電池はある程度充電された状態で販売されているらしく約1時間で充電を示す赤いランプが消えていましたまた充電が終わったら赤から緑に変わることも この時は気づいてないのですが、実は緑に変わらない場合もあったので、謎が深まっていきました。その様子は後で紹介します。あ、防滴紙をね、長時間塗れる場所では避けてくださいと。防水じゃないわけね。 そそうそうレビュー等によるとこの部分は傷がつきやすいみたいねなんか今もすでになんか傷のようなものがあるけど傷じゃなくてなんか気泡が入ってるのかな、うん、気泡が入ってる気はするね厳しい口コミが多かったソーラーパネル部分についても確認しましたが 私に届いた個体では問題なかったです。小さい気泡のようなものは、点々とありましたが、斜めになっていたり、傷だらけということもなかったです。ただし、表面を触った感じでは樹脂が柔らかそうだったので、ソーラーパネル面を下にしてテーブルに置く場合は、気をつけた方が良さそうです。特に、硬い地面に置いたり、金属テーブルの上に置いて、 横にこすったりすれば、傷がついて、ソーラー充電機能に悪影響がありそうでした。したがって、テーブルなどに置く際は、柔らかい布を敷いたり、コルクのコースターの上などに置くように心がければ、表面が傷つくことも避けられそうです。あらかじめ知っておくことが重要ですね。 充電も完了したので、いよいよ点灯時間を測ってみます。明るさは、中にあたるノーマルモードで点灯時間を測ってみます。説明書によれば10時間ということですが、セリアの充電池の容量を考慮すれば、単純計算して7時間弱の点灯時間ということになると思います。今回は夜7時に点灯して何時に消えるか撮影してみました。 ズバリ、結論から言います。14時間たった今もまだ点灯していました。少しずつ暗くはなっているものの薄い明かりがついていて本当に驚きでした。逆にカメラのバッテリーがなくなってしまって途中で撮影が止まっていたのですがこれは期待以上の結果です。良い意味で予想を裏切ってくれました。この時点で USB ケーブル経由での充電であれば セリアのバッテリーでも十分に使えると確信しましたこれは朗報です続いてソーラー充電を実際にやってみました計算上は16時間でセリアの充電池が満タンになる予定ですがもし避難生活をしている状況を想像すればシンプルに昼間は充電して 暗くなったら点灯するという使い方になると思ったので日の出から日の入りまで太陽光に当てて充電し夜は点灯してみましたもっとも日の出や日の入りの時刻は季節によって大きく変わります日差しの強さも季節によって異なるし細かなことを言えば日向と日陰でも充電の進み方はかなり変わります ただし今回は細かな条件の違いは省略して朝の7時から夕方の5時まで自宅の庭で太陽光に当てた後夜は何時間点灯できるかを確認してみることにしましたもっともこの日は終日雨雲で空が覆われており小雨が降ったりやんだりを繰り返す曇り空でしたが逆にそういう悪条件だとどの程度充電ができるのか確かめてみました 結論から言えば最初の2時間ぐらいは普通に明るく点灯してましたがその後は常夜灯のような薄明るい状態が続きました。やはり曇り空で10時間程度の充電だとしっかり充電することは難しいかったですがそれでも2時間程度はランタンの下で食事も楽しめる程度には明るかったので避難生活でも役立つとは言えると思いました。 4時間経過後の夜11時以降はまだ点灯していましたが、一旦中断して、本来の明るさを確認するために、USB ケーブルを接続してみました。USB ケーブルを挿してみると、やはり、かなり薄暗い状態で点灯していたことが明白でした。ちなみに、USB 充電しながら、同時に点灯させて使用することについて、説明書には、特に良いとも悪いとも書かれておりませんでしたが、 一般的には充電しながら使うことは故障の原因になる場合があるため避けた方が無難かもしれません計算上は7時間弱で満充電なるはずでもう8時間やってるんだけどまだ充電が終わらないちょっとおかしい気もするね。 ちょっと一回抜いてみましょうはいでちょっとつけてみるねああ明るいねかなり明るくはつきますね充電終わってるんじゃないかと思うんだけどうんちょっと分かりにくいかな 一度電池を確認しましょう確認してみましょうこの状態ねいえー、結構あるじゃん 1.3V 以上あるよね 近くあるんじゃないかなということで充電が終わってるはずなのにいつまでも赤いランプのままっていうのはちょっとわかんないねもう一回ちょっとケーブルさせてみますねこれで本来ここがね終わったら緑がつく薄い付き方なんでね見にくいんだけどね ああ、緑になってる。わかるかな暗くすればわかるかなあ、赤いね。あれさっき緑つかなかったあ、ついたほら。明らかに緑がついてる。この蛍光色あの、実光ホヤの 緑緑じゃななくて、てここが緑になってるよ、ね、うんやっぱ終わってるんだじゃあちょっと分かりにくいかな緑になったり赤になったりねちょっと微妙にわかりにくいんだけどまあやっぱり終わってるっていうことですね。は <laughs> しっぱなしだとずっと赤かったんだけど今抜いて指したら緑になったのでこの辺りはねあんまり正確ではないかもしれないね。 まあ、よしとしましょう。とにかく充電はできてました。過充電しちゃった可能性はあるよね。うん、難しいな。最初1時間でね、満充電になったんだけど、で、今回、ほぼね、使い切った状態で再充電したから、うーん、ちょっと難しいね、判断がね。まあ、しばらく使ってみないと、何とも言えないかなっていう気はします。 ここで一つ避難所暮らしでも使えそうな電池の裏技をご紹介しますもし電池サイズが違うために使えない照明器具があった場合自己責任にはなりますが今映っているような方法で解決することができます、ね、一辺が5センチ程度の正方形のアルミホイルを丸めてマイナス側の電極にセットします そこに単4電池をはめれば炭、まあ、酸電池の代わりになるというテクニックです、ね、逆に空っぽになった単4電池を充電したい場合もこの方法で充電することができますもっともこの方法はアルミホイルが想定外の部分に接触して電流が流れた場合ショートした電池が次第に発熱して最終的には爆発するという可能性もありますので あくまで緊急時の非常手段にはなりますが<ら>この方法で DOD ランタンを使って単4電池にソーラー充電することが可能です市販の電池スペーサーなどがない場合でもサイズの異なる電池が使えるので知っておくと役立つかもしれませんきますいいよね。 充電完了時にに LED のの色が変わるのは、一般的にごく単純な制御メカニズムです。よく聞くのはバッテリーチャージャー IC などの専用 IC がバッテリー電圧と電流をモニタリングして充電状況を連続判定します。そして流れる電流が止まるなどで充電完了を検知すれば LED 制御回路に信号を送りデュアルカラー LED の色が切り替わるわけです。 赤と緑が組み込まれたデュアルカラー LED だと IC からの制御信号によってどちらの色が点灯するかが決まるので充電開始時にはバッテリー電圧が低いことを検出して赤色 LED が点灯し充電完了時にはバッテリー電圧と電流の状態から判断して充電プロセスが終了したことを IC が検出して制御信号を送り LED が赤色から緑色に変わります。従って LED に流れる電流を制御している電気回路に組み込まれた2種類の抵抗の値が重要だと思いますがそもそもバッテリーチャージャー IC の判定精度が低ければ点灯する LED の色も期待通りにはならないと思われますので IC や抵抗に課題があるのかもしれません購入を検討される方もいらっしゃると思いますので Amazon のリンクは 概要欄に貼っておきま,すまた Amazon の国標が気になる方も多いと思うので、私なりに確認できたことをまとめておきます。まず、点灯しないという口コミもありましたが、これは大丈夫でした。また、電池の蓋が開かないとか閉まらないという点も、電極の仕組みを理解すれば気になりませんでした。また、ソーラーパネルが傷だらけとか斜めになっている。 とということもなかったです個体差があると思いますので絶対安心とは言えませんが基本的な性能については問題ないと感じました付属の USB や本体の端子もタイプ C でしたので後になるほど改善されたのかもしれません充電するには電池を買い求める必要がありますがこの点もセリアの充電池が使えることを考えれば負担にはなりませんし小さめ程度なら 雨に濡れれても壊れたり、シリコンのホヤの内側に水滴が入るということもありませんでした USB ケーブルの抜き差しが硬かったり端子を覆っている黒いゴムカバーの動きがスムーズではない点は事実だと思いましたが使えないレベルではないのでそういうものだと分かった上で購入すればさほど気にならないように思いましたまあソーラー充電できる LED ランタンとして 地震や台風などで被災した場合の避難所暮らしにも役立つと思いましたので買ってよかったです。DOD の公式サイトには問い合わせフォームもありましたので購入後に気になる点があればこちらでも質問できるので安心です。長くなってしまいましたが2つ目に購入したのがクリップ型ソーラーセンサーライトです。 カインズで19円で1980したこちらの製品は DOD よりシンプルですが品質が安定していてとても頼りになります DOD との大きな違いは USB ケーブルでは充電できないことですがその必要がないぐらいソーラー充電効率がよく昼間光に当てておけば夜間はずっと周囲を照らすしてくれますクリップなのでどこにでも固定できるし 夜明けまで転倒しているので、被災地での防犯や治安維持にも役立つと思います。おすすめです